One more wine and one more whiskey. We just kept the car in park and dimmed the headlights so we see the stars. Let them tell us where we should start. And I'm scared as hell because there's no way to know this goes. But I can't help but say, I promise to give. テント完成しました。ちょっと静かにしないとね、声がすごく通るんですね、ここね。恥ずかしいです。はい、テント完成しました。日がだいぶね沈んできたね。今4時10分です。北休みですね。北休みしましょう。はい、はい、いやちょっと寝転びの寝ますか。寝ます。寝転びの儀。寝転びの儀。今5時40分です。夕日がねもうすぐ沈む時間なんですけどね、今から晩ご飯を食べましょう。はい、今日寝ずに済みましたね。そうだね。今日のご飯はですね、五目ご飯です。これはですね、あの災害用にあった災害グッズの非常用のご飯をですね、まあ賞味期限が切れちゃったということで、山用に使います。そしてまたですね、シーフードカップヌードル、こちらをいただきたいと思います。こちら側はまだね、上の方はまだ日が当たってますね。すげえ晴れてきたね。明日このままの調子でね、晴れてくれたら嬉しいですね。カップラーメン、シーフードヌードルですね。いただきます。あっちゃ。美味しいですね、やっぱね。染み渡る前に舌がやられました。五目ご飯ですね。近っ。完成しました。こちら15分もかかるというね、水だったらね60本待たないといけないっていう器物なんですが、おー、できた。ふっくら。あー、いいじゃんいいじゃん。ふっくらしてます。ではいただきます。よく混ぜてね。うん。なんかね、冷凍でカッチカチになった肉が入ったご飯って感じ。わし、まずいじゃん。それ全然美味しくないじゃん。温泉ね。いいよ、今日は8位までですね。よいしょよいしょ。すごい、中はこんな感じだ。じゃあ8位でね。はい、じゃあね。外のね、温泉がめっちゃ暑いらしいので、水を入れてくださいということです。では行ってまいります。お風呂終わりました。めちゃめちゃあったかいというか激熱でした。露天風呂ちょうどよかった。あ、本当、中が激ぬるだったよね、うん、そして中はなぜかシャワーが、男の方は水だけ、お湯はあってたんです。シャワーの蛇口も何も持ってないっていうね、温泉だったんですけど、でも結果めっちゃでもね、あったまって、最高だった。最高だったね。シャンプーも良かったし、シャンプーもあったね。絶景もあったし、露天風呂からこのテント場がね、見えてね、すごい、うん、綺麗だったよ。っていうことで今9時14分です。で、もう疲れ果てたので、うん、もう今日はこれで寝て、明日は5時ぐらいかな。はい、では
おやすみなさい。今6時40分です。寝坊しましたというよりも寒すぎて起きれなかったですちょっとね、秋のキャンプってこんなに寒いんだっていうことをですね、ちょっと洗礼を、受けた次第でございます。今日は、小山のね、山頂に向かって戻ってきて下るという一日です。ということで、ご飯食べましょう。はい。急遽ルートですね、ちょっと変更して、今日テント場に戻ってきてから室堂に戻ろうと思ったんですけども、室堂にそのままもう全部ね、荷物を持ってって、もう今畳んだんですけど、全部持って室堂に行って、で、室堂でロッカーにね、重たい荷物を預けて、でそこから小山の方に向かって行きたいと思います。あとでね、はい、はい、ということで行きたいと思います。行きましょう。今9時5分です。テント場を離れましてですね、今から室堂のターミナルに向かいたいと思います。はい、リュックが2個付けになってます。でかいの預けて、この2つのリュックをね、これとこれを持っていきたいと思います。Hand on my head, chest on my chestあ、いいよ。いい、うん、疲れたけど。疲れたね。まあ、早く殺したいな、この葉っぱ。まあ、疲れることしてるから、疲れるのは当たり前だよ。確かに。確かに。疲れたくないんだったら来るなって話だもんね。まあ、その通りです。じゃあ、頑張ります。はい今、室堂ターミナル到着しました。今、10時半です。時間かかりすぎ。で、ね、荷物はね、それ今コインロッカーがね、めっちゃこれ並んでるんで、200円と400円とね、あ、300円もあるね。そう、これが300円。上のやつはこんな感じで、ね、200円、400円、うん、このリュック、まあ、こんな感じに入れました。はい、はい、ということで、あれ、入んない。無事にリュックをですね、こんな感じにね、うん、コンパクトになりました。ということで、気を改めてね、はい、今10時40分です。2時間ぐらい2時間半、2時間半っていう噂ってことは1時ぐらいですね。あそこの小山頂上ね、に向かっていきたいと思います。じゃ、頑張りましょう。はい。2日目、やっと今からスタートという感じですようやくね、うん、はい、今から、まあでもここもね、歩きやすい、ね、まだまだ整備されてる場所なんで、結構あの途中までね、
歩きやすいのかなという感じです、うんね、うん。じゃあもう一回ね気を取り直して行きましょう、はい、晴れ間もねちょこちょこ出ててね、うんうん、山は綺麗にね見えるんで、うん、周りを楽しみながら、うん、行きましょう。はい、はい。Windows wide, the curtains fly to catch the evening breeze. Without you here to keep me warm, believe I'd rather freeze. Believe I'd rather freeze. 時間は11時45分です。一ノ越山荘にですね、到着しました。ここはね、2700m ですね。こっちはちょっと中入ってみたいと思います。お酒とかカロリーメイト、カントリーマーム、カキピー、チョコレート、パン、おつまみ、手ぬぐい、ステッカー、いろいろ売ってるね。うん、あ、すごい中はこんな風になってるな。では11時52分開始です。はい、行きましょう。から一気に変わるね。結構ね、足場がこんな感じにゴツゴツとしたところをね登っていきます、うん、赤いね目印が書いてあるのでこれに沿って進んでいきます。よいしょ。いやー抜けたね。前回の景色がすごいね。もうめっちゃ綺麗。いや途中のね休憩スポットに到着しました。あとちょっとね小山であとちょっとですね。今12時半ですちょうど。いやじゃあ5分か10分ぐらい休憩して、はい、ね、行きましょう。目指しましょう。はい、はい。では休憩でチョコバー食べましたんでね、ホワイトバーをね、うん、エネルギー充電しました。今12時43分です。1時までにたどり着くか、まあ、なんとかギリギリかな。じゃあ行きましょう。よし、イエーイ。Windows wide, the curtains fly to catch the evening breeze. 晴れてきたからすごいなんか雲が一気にさーっとなくなったね。見えますかね、この横にまっすぐこう真ん中に沿ってる。最後の方はもうこんな感じに手をつかないとね、つらいような岩場がねずっと続いてます。よいしょ。いやあとちょっと。よいしょ。行こうか。いやみんな休憩してる。すごいなんか雰囲気あるねこの建物も。この茶色の小屋こんな感じだった。確かに頂上の御本殿行きましょう。
Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. じゃあもやがねものすごい速さで駆け抜けてきます。じゃあまずは下のね石の腰、はい、向かいましょう。はい、はい、じゃあ3時半目がけて何時今2時38分です。38分、うん、無理じゃん。無理、急いで行こう。わかりました。帰りは早いけど足にくるわ答えるね。ここからね、でもだいぶまだ砂利あるけど舗装された分増えるんでね。さっきも小山から下ってくるところで50歳から60歳ぐらいの男性がですね、途中隣で歩いてた方がもう一回転して転んじゃって、なんとかねストップできてよかったんですけど、頭打っちゃって、まあ、血は出てなかったんですけど、すごい危なかったんで、まあ一言じゃないんで ね、怖い。僕たちもちょっとね、まあ、ここだからといって安心とかできないんで、うん、最後気を引き締めて、はい、まあスタミナルあそこなんでね。はい、ずっと見えてるけどずっと見えてるんだけどなかなか到着しないんで、では頑張っていきましょう。はい、はい、やっと到着しました。今3時18分ですね。3時半のバスにね乗れたらいいなと思って今ちょっと急いで来ました。ジュリより先にで、今からロッカーをですね荷物出して、乗りたいと思います。つかた室堂ターミナル到着しました。着きました。はぁ、つかた3時半に帰るやつに乗りたいんですけど、さあ間に合うでしょうか。急ぎたいと思います。いやー、どうも間に合いそうです。今3時20分。他はね、また黒目ダムの方に行って王子そば駅まで戻りたいと思います。はい、いや、なんとか間に合いました。よかった。3時半のねバスに乗って帰りたいと思います。いやー、よかった。オッケー。お疲れ様でした。ロープウェイの乗り場までね降りてきました。まだまだ寒いね、うん、汗がもうなんかレインスーツがゴアテックスじゃないからもう水浸し。
気持ち悪い。いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。と言ってもまだね、全部終わってないんですけどもね、黒部ダムの第2回目の黒部ダムで、うん、いや今回のテントアップダウンどうでしたか？辛かっただよね。でもすごい良かった、うん、すっごい綺麗だった。山はめっちゃ良かったね、うん、めっちゃ良かった、うん、この前とはまた違う、うん、なんかね、前だけ見るっていうよりもほんと360度楽しめる、うん、そうなんかそういった立山連峰っていうだけあって、うんうん、登り切った後も反対側が見えたりとか、あれはね、縦走して稜線を歩いてね行きたいっていう人の気持ちもちょっと分かるなっていうのはね、まあ気持ちちょっとだけね分かりつつ辛いみたいな、まあ、ちょっとまだねきついんでね、うん、まだレベルが追いついてないですけど、まあ、いつかやれる日が来たらいいなっていうふうに思います。はい、はい、今年はね終わりですね、多分これは ね、テント泊はもうしないと思うんですけど、キャンプ行ったりとか、また来年ね、春になってから、ね、テント泊とかもっと行きたいなっていうふうに思います。こんな感じで、今回もお疲れ様でした。じゃあねー。